近藤さん2番目やな、すごい高いちょっとお話を聞きできるかこれは今新しいこのスタブルから、あ、はい、後ろがスパイクローラー付きになります。カゴとかやっぱりサイド性が、はい、でやる4キロ行かないぐらいですよ。鹿児島、東京です。はい。行くじゃん。仙台ですね。仙台。そこやって、その後この右。そうですね。やっぱり全然その下り方が全然違うんで、その後のロータリーにどうしても。ありがとうございます。ただ、左に行けば
設定画面が英語教師のものが残っていたりとかで一部使いづらいところ若干ありましたけれども、今ご紹介しております CHC ナビであれば全て日本語表記になっておりますので、どなたでも使いやすいものとなっております。さあ本日はですね、皆さんに分かりやすいようにハンドルが一人でに動いている様子ご覧いただいております。こちら位置情報のテラスを借りまして、トラックが回っている時のようにハンドルが自分で動いてくれているようというものになっております。ただ位置情報のテラスを借りまして、トラックの時のテラスに水道が回っているようになっております。掃除もこうしやすいですし、中を見ていただいたら終了センサーとあと水分を測るセンサーが中に入ってますので、はい、もう今グレンタンクの中にどれだけもみが入っているっていうのも画面上で確認ができるようになってます。今まで手書きの資料を作ってる
か、あるいは生きているのかというので、最後に作っておけば、そういうお客さんの手間をですね、定食業だと、日誌を作ることができる。ロータリーのタイプでですね。で、もう一つ上のなんか作業をしたいという方にはこういった開閉して手を上げていくようなタイプも人気が出てますね。あとはこちら新型の花なんですけども、今日はこの目玉商品で前の実際に花を作ったら4年からありますからね。4年の方は花の向こうにあるんですよ。
はい、ありがとうございます。
本当は。